今は私アグリジェントに来ています。まずバッレディテンプリに向かう前にこちらの考古学博物館に来ています。ここのテラスから素晴らしい神殿の様子が見えます。ちょっと木が邪魔ですけどね。そしてこちら入り口の前には教会があったり、そしてここに入るときに昔のアゴラというところが見えたりします。そして本当に誰もいないのでこの静かな考古学に浸ることができます。それでは行ってみましょう。さて神殿の谷を見学する前に私は国立考古学博物館アグリジェントの結構広い考古学博物館に来ています。結構誰もいないんですけれども共通券で13ユーロで大人は考古学博物館とそして神殿の谷を見学することができます。こちらがちょうど神殿のこう模型図があるんですけれども、ここにゴッチョラトイオという、要は屋根から落ちてくる雨水をこのライオンの口から出していたという雨どいの彫刻があります。そしてぜひここで見ていただきたいのがこれから行くメラモーネです。さてこの考古学博物館にぜひ来ていただきたいのはこのタラモーネという男性の偶像ですけれども、柱を支えていて、そしてこれがゼウスの神殿にあったそうなんです。この左には頭だけ3つ残っている。それぞれ人の顔が違いますよね。そしてここがそのゼウスの神殿の模型なんですけど、見てください。ここにそのタラモーネという男性がこう柱を支えている。だからすっごいこの神殿が大きかった。想像できます。それではアグリジェントの考古学博物館のすぐ近くにあるレストランでシーフードランチをいただきます。まずタコのサラダとオレンジ、トマトが入っています。いただきます。タコがプリプリしてて美味しいです。ポテトもいただきます。ポテトはちょっと古いかな。オナペティト。それではいよいよファーストコース、プリモが来ました。これがパッケリというでっかいマカロニと、こちらがガンベロロッソ赤エビのルッコラソース。この緑色のがルッコラです。食べてみます。エビがちょっと生クリームが入っててクリーム状になってて、これ一口で食べれますか。結構クリームソースが効いていてエレガントな味です。これ見てください。ショートパスタトリコローレって言って、緑色と白と、そしてこのトマトが赤色、なんとピスタチオとエビのパスタです。ワクワク。これはピスタチオの香りがして、ちょっとでも味が足りないかな。ちょっと食べてみてください。それではアポ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